おはようございます。ペッパーの、6日か？ちょっと何日か、度忘れしましたが、カレンダー確認。こういう時のためのカレンダーだよね。5日でした。ペッパーの5日やっていきましょう。さて、お外行く前に、ちょっとね、バナナがいっぱいありすぎると思うので、一旦冷蔵庫入れときましょう。98、危ねえ、あよく乾燥するところだった。じゃあ48本のバナナを大量に入れておいてと。いや、50でも多すぎるかな。さらに追加で20入れておいて。まあ、こっからにプラス60されることはないでしょう。これで全部拾えるはず。そうか、バナナとバナナとミルクでバナナジュース作れるかもしんないな。まあ、そうでもなくても、なんか美味しいミックスジュースみたいなのは作れるかもね。いやーでもバナナだけだとダメかな。わっかんね。いろいろ試してみようか。12時を回りましたが、この辺りはもう、あ、出来上がってるね。ご覧ください、この美しい輝きを。これがうち自慢のエジソン畑です。エジソン畑は今日が見頃です。これが1個400だからね。いいお値段です。エジソン大量収穫。これを来年のパーロットまでには、全部種に戻しておきましょうという話ですね。今、変換しているバナナの種が出来上がったら、バナナと、このエジソンを半々ずつで種に戻していくという感じにするかな。よし、いい感じ。あとお昼になって実が落ちてきたら、またその時収穫しましょう。みんな出ておいで。どうだろう。お、起きてるやん。おやつは昨日の分聞いてると思うので。早速入ってもらおうかな。さあ、乳搾り水、レッツゴーだよ。乳搾り水から出てきたら、お昼になる前に、またね、今日の分のおやつをあげるからね。いってらっしゃーい。さあ、それでは、今日はバナナを使ったスイートメニューを作ってみましょう。これで特製のジュースが出来上がるのかどうか。2種類ないとダメって言ってたような気もするんだけど。バナナ2本とミルクでどうして失敗試作が出来上がるんだ。本当に2種類ないとダメなんだな。厳しい。これはバナナとバナナの味がしかしない。これは失敗作だ。そんな厳密にならなくても。でもこれバナナオレンジミルクだったら成功するんだよな、多分。ああ、成功した。はい、出来上がり。なんかの間違いじゃねえのか、これ。あと作っておきたいのは、人参と、おじゃがのカレーライスかな。ライスはねえんだよな。カレーなんだよな。とろけるスパイス。炒めて、完成。これ、ライスどっから出てきてんだろうな。全部、実は、みじん切りの、あれ、おじゃがという可能性もなくはないのか。三日月がコイン大好きになると、最終的にどういう大人になってくんだろうな。発掘場。バタさん相変わらず端っこの方にいるな。まあ、端っこにいてくれないと、間違えて話が来ちゃうから、助かるんだけど。さあ、シルバーコイン以上を出しておくれ。クリスタルコインみたいな、超レアなやつが出てきてくれてもええんやで。まあないんだろうけどな、そんなの。透明なコインとかあったらな。貨幣の歌詞としてどうなのって感じだけど。ある意味超偽造しにくいとは思うけどな。もっとコインが欲しいよ。ダメでした。今日はご苦労さんだった。はい。綺麗なコインだよ。川田さんには目惜しいものではないと。だから冷静に考えたらこれ掘り当てたものですどうぞって見せた時に目ぼしいものはないようだって言ってる時点でこの鉱石場から取れる発掘場から取れるものでカーターさんのお眼鏡にかなうもの見せてあげて喜ぶものは一個もないってことなんだよな。人型土偶をプレゼントしようぜ。はい、アーリル。でもこんなにたくさん人型土偶もらってどうするんだろうな。部屋に飾るんかな。ケイトの部屋に似合うものだといいんだけどな。立派な牧場主って言ってもらえている。
作物の収穫数が一定程度を超えるたんびになんか立派だねって言ってもらえるんかな、これ。なんか定期的に言ってもらえてるんだけど、どのタイミングなのかはよくわからないっていうね。クリスさんはお花とか食材で喜んでもらえてたよな。お料理で喜ぶ人はまた別だもんな。とかバナナいっぱいあるからお裾分けするか、やっぱり。あげますよー。いっぱいあるからね。まだ冷蔵庫に60個ぐらいあるから。一房一人で食べるとしても60人前だからな。そんな量、冷蔵庫にあるって言ったら、さすがにくださいってなるよな。一房くらいいいでしょう。高倉さん発見。作物を育てるのがうまいんだな。またエジソンをいっぱい収穫したことによって、作物をたくさん育てている、作物育て名人の評判が広まっているらしいな。あげたいんですけど、ダメだー。腕組みをして考え事をしているから受け取ってくれない状態だ。もっとあげたいんだけどなー。こちら側は完成。あと一個だけ出来上がってない。毎回、一つだけ遅れるんだよな。さて、早くも、ペッパーの作物収穫は終わりそうなんですが、バナナがすごいことになってる。なんだこの数は。今からバナナを収穫し続けていたら、朝になっちまうぜ。また落ちてるし。でもやるしかない。バナナが俺に収穫されるのを待っている。いやー、なんかカゴみたいなやつでズターってまとめて回収したくなるな、これで。すんごい今更なんだけど、これバナナ横向きに生えてんの面白すぎるな。普通縦に生えるようなバナナって。そういった意味でなんかバナナっぽい見た目のバナナではない果物なのかもしんないな。その名前をバナナと呼んでいるだけというね。まあ実際そうじゃなきゃこんな普通に冬の気候の中枯れずに木が残るってこともないだろうからな。これどう見てもバナナだよね。よし、バナナとして売ろう。多分味もバナナだと思います。なんだけど実際はバナナじゃないんだろうな。まあ単純に分かりやすさ重視だとは思うんだけど。横向きにバナナが生えて、その溢れてくるとポロポロって落ちてくる様子が愉快すぎるよな。ペッパーの間に全部は落ちてくると思うんだけど。待って、まだまだいっぱいあるぞ。拾えば拾うほど、また追加でバナナが落ちてくるという。もうすでに先人が、先行部隊が大量に落下しているから、後から俺たちは降りるわけにはいかないみたいな感じでちょっと待ってた部隊が、俺が拾ったことによって、続々と投下されている。これ明日になったらまたたくさん落ちてるだろうな。一個拾うとまた一個次のが落ちてくるし。ああ、また落ちてきた。ああ、また落ちてきた。ああ。頼む。そろそろ落ち着いてくれ。どっかで諦めるしかないな、これ。永久に拾い続けなくちゃいけなくなる。まあいいや、続き明日にしよう。それでは寝ましょう。おやすみ。はい、それではやってみましょう。本日はペッパーの6日です。昨日のバナナはどうなったかな？うおー。今度は右半分がいっぱい落ちてる。回収しないとね。ただまあ、先に放牧かな？うん。今日も天気は崩れなさそうなんで。先にみんな出しちゃっていいでしょう。行くぞみんな。元気に駆け回りなさい。よし、じゃあお願いします。こちらはバナナを回収するよ。というか果物って自然に落ちてくるまで待っちゃダメだよな。絶対形崩れるよね。傷がついたりしそうだわ。そのあたり土が柔らかいとか作物自身が強いとかで平気だったりするんかな。ところで、あの、
大量のバナナ果樹園の方は横向きにバナナ生えてるのに、生えてるというか落ちてくるのに、なんでここのバナナは縦に落ちてくるんだろうな。最初に揺らして落とした時の向きがなんか影響してたりするんかな。それか種をまいた時の向き、それによってこの果物の向きも決まっちゃったりするんかな。いや関係なさそうだけどな。でもなんかこちらはなんか本当に戦艦みたいな感じで隊列を組んで落ちてくるんだけど、バナナ果樹園の方はちょうど真横向いてんだよな。でもこれ木になってるバナナはちゃんと横向いてんだよな。バナナの種変換は結構早いイメージですが、お、終わってる。いいぞ。果物の遠心質の種、初めてだね。これ普通の野菜の種の袋と微妙に形違うんだよね。なんかちょっと特別感あっていいね。次、バーンさんが来るときにこの遠心質の種も売ってみましょう。バナナ果樹園をこの A の品質で植え替えるっていうのも面白そうではあるけど、それはちょっとさすがに大変かな。よし、では種変換しましょう。バナナを半分と、もう半分はエジソンだね。全部エジソンでさっさと終わらせてから次でもいいんだけど、でもバーンさんが来た時に売れる果物の種が残ってないとそれはそれでちょっと寂しいので、バーンさんが来た時にある程度手元にね売り用の種が残っているような状態にもしたいので、エジソンを半分はちょっとずつ種に戻していき、それ以外はバナナを種に戻していくと、これでいきましょう。さてまあまあはあとどれぐらいかな。あと数日というのが多かったけど、まだ数日かかるかな。お、もう間もなくか。早ければ今日の昼来るかな。ちょっと期待しちゃってもいいんですか。ケイトと仲良くなれる日は来るのであろうか。人型土偶だよ。ケイトにもバナナあげるか。いっぱいあるしな。いやーでもどうだろう。そういうのはママにあげた方が喜ばれるよって言うかも。一応見せてみようか。ですよねー。お野菜じゃなくて果物なんですが。まあそんな些細な違いだよな。牧場で採れた作物ですかって聞くわけにもいかんだろうからな。まあそういうニュアンスでお野菜って言ってるんだろうね。試しにバナナ見せてみるか。バナナは糖分がいいぞみたいな。なに？バナナに興味はないと。美味しいのに。糖分を脳に行き渡らせることができるというのに興味がないなんて、もったいないことをおっしゃる。それより骨の方がいいと。バナナだったらな、生でも食べられるし食材として結構魅力的だと思うんだけどな。ガーファンさんとかにもちょっと見せてもいいかもな。バーでバナナジュースとか出してくれるようになるかもしんね。ないと思うけど。ん？この前もらったバナナの実、味は今一つってところでしたわ。辛辣。そこは、冗談でも美味しかったですわって言うんじゃないのか。やっぱバナナに似た、バナナじゃない何かなんじゃないのか。バナナなんてな、大体、美味しいと思うんだけど。バナナっぽい見た目をしているんだけど、バナナとはちょっと味が違うから今一つって言われてるんじゃないのか。それだったらわからなくはないんだが。テイさんにはうち特製のドリンクでもありよっかな。果実ジュース、どうだい？そういうのに目がなくて。ミルク系は好きなのかな？甘いものが好きとかだったりするかもね。とりあえず喜んでもらえたらしい。さあ、しかし今日ではなかったな。まあまあの出産は明日かな。だがしかし、これマーマーが出産した後に、種付きできる子いるか？これちょっとアルタイルは追いついてない気がすんだよな。マーマーが出産した翌日か、その次ぐらいに大きくなるぐらいだと思うんだけど、間に合うかな？
ミルク、ミルク、回収タイム。1本、2本、3本、4本、5本、6本、7本、8本。OK。今日も問題なしだね。あれ、サーミルク A が8本になってる。あれ、これ今日の分か？なんでこった？夏だからか？それとももうピークを過ぎたか？親とは似てるはずなんだかな？ちょっと不安だわ。これが昨日の分で、とかだったらいいんだけど、並び的に先に取れたのがこっちっぽいから今日の分がこれっぽいんだよな。大丈夫か？アンバーになったらまた回復してくれるような気はするけど。3805。信じるしかないな。そういえば、ムームーとか、三日月との仲良しよってどんなもんなんだ？三日月が得意なことが確定した色になってる。ムームーは、ハート7個か。マックスまで行ったらまたちょっと、普段の接し方も変わるかな。もっとちゃんと毎日プレゼントしてあげないとね。ケイトの仲良しが一切上がらない。ポテトとはな、もう、すっかり仲良くなってんだけどな。ちなみに、スターミルク A は14個で5670だから、405かな、これは。うんだね。1個405か。でもスターミルクって A サイズでも、あれなんだな、加工する良いチーズとかより高いんだな。なるほど。多分 B だともう少し安くなって、300下回るかどうかぐらいかな。何せを A 以上であれば、加工しないでそのまま出荷した方がいい値段になるってことだね。おやすみなさい。はい、それではやっていきましょう。ペッパーの7日からです。作物系統の育成は一旦落ち着いてしまったので、まあ、のんびりとミルクを絞りながらやっていきましょう。お、バナナ、落ちてる。これでほぼ大体落ちたかな。あと1、2個落ちてないのがあるかなぐらいなんで。いや、バナナ全収穫ですね。持ちきれるかな？来年までにこのバナナが全部種に戻せるかどうかだな。できる限り頑張っていきましょう。おっと、残ってるやつも全部落ちたか、これ。いや、まだ1個ぐらい残ってるか。いや、残ってない。いよいよ全部落ちたっぽいね。7日になると全部落ちるっていう感じかな。7日間かけてゆっくりと出来上がっては落ちていくというわけだね。一個一個揺らすのも意外と大変だから、こうやって落ちてくるのを時間かけて待った方が結構いいのかもしんないね。これだったら最初の、あれ、実がついたタイミングでも、なんだろう、木を揺すらずに待っててもよかったかもね。多分一切揺すらなくてもプラス1日か2日、収穫までの日数が伸びるだけだと思うので、こうやって果樹園を広く作って運用していく場合は、火を揺すらずに自然のままに落ちてきたものを収穫するという風にするのが良さそうですね。とか、どっちにしろ揺すって落として収穫するのに変わりはないんだから、なんというか、これ自分で揺すって落とした方が傷がつきにくいし品質も下がらないんだよな、みたいなのが万が一にもないからね。あれ？そのバーもういっぱいです。そのアイテムはもういっぱいです。持ちきれなかったか。これちょっと出荷しようか、もう。あまりにも持ちきれなさすぎる。あ、それか、高倉さんにあげるか。高倉さん、うちで取れたバナナだよ。山塚溢れてくるとは。合計で120ぐらいは取れたかな。もっと取れてるか。ベッサさんなら何か教えてくれるだろう。食べてもいいのよ。シードメーカーがあれば、その実から種を取ることができるんだ。食べてくれてもいいのよ。作物にはいろんな種類があるそうだね。そうだね。ダメだ。食べてくれね。じゃあ俺が食うしかねえか。いや、今99あって、で、冷蔵庫に60個ぐらい入れてるから、150個以上取れたんか。いや、160本以上あるな。とんでもねえな。余るところを知らないね。こんだけ取れるんだったら、それこそ出荷してしまうというのもありだよな。ただバナナ安いんだよな。
種にした方が明らかにお得だからな。俺の中のもったいない精神が渦巻き出したので、渦巻き始めたので、ちょっとこちらの食品で貯蔵庫の方に入れておく。49個、これを全部種に戻して大量出荷じゃ。まあまあ、まもなく生まれそうです。すごいな、もうここまで来たら本当に今日当日って感じがするな。わ、すごい、数日以内とか全く出ないっぽいね。まだまだベガが現役真っ只中の中で出産が始まるというのはとても喜ばしい限りです。乳搾り室を複数の牛が活用するところも見てみたいね。さあ、しかしおやつをあげるのがちょっと遅れたか。ミルクの本数が減っているような気がする。前回からちょっと品質が下がってきてるんだったかな。なんか良くないことでもあったかな。オスは適切にやってるつもりではあるんだけどな。よく見たらオス牛が2頭とも汚れてないか、これ。体の不潔な男がいるわ。そういう不満かもしれない。実際小屋の中に汚れた牛がいたら、自分たちが汚れてなくても、なんというか機嫌が悪くなったりするんだろうか。お、もう来たか。昼過ぎだと思ってたけど、ちょっと早かったね。牛さんの誕生です。鼻先がピンク色だから、この子もマーブルモーかな。名前考えるの、お、メスやん。メスだから可愛い名前がいいの。可愛い名前にするのだ。やったぜ。さて、名前何にしようか。まあまあから生まれたもんだもんな。特にいい名前を思いつかなかったけど、まあまあという名前を残しておきたいという気持ちがあったんで、まあまあまあにしました。よろしく、まあまあまあ。まあまあまあの子供が生まれたら、まあ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 になる予定です。やつ、僕はこちらで。これいっぱいになっちゃったな。やっぱりちょっとお別れしねえとだな、これは。まあまあまあ。よろしくなのだ。子牛の頃は、顔の周り黒いんだな、メスでも。メス牛だと、まあまあみたいに、大きくなった時に、全体的に白っぽくなってくんかな。気になりますね。成長も、要チェックだ。さて、それでは。ん？あれ？牛がいねえ。みんな小屋の中に戻っちゃったか。まあまあが子供を出産したぞ。おめでたいぞ、みんな。小屋の中に入るんだみたいな感じ。あとはそうか、これでマーマーがママミルクを出してくれるようになっているはずなので、ちょっと誘導してあげないとね。ややこしいな、マーママーとマーマーとママミルクと。しかしマーマーはちょっとこの位置的にね、乳搾り室を活用するのがちょっと遠すぎるのが難点かな。まあ いや、ちょっと今日は手搾りでいこうか。明日からは自分で乳搾り室入ってくれると嬉しいんだけど。いや、でもこちらから誘導しないと、そもそも場所を覚えてくれない可能性もあるかな。まあいいや、午後どれぐらいかな、4時ぐらいに多分2回目のママミルク搾りがいけると思うので、そのタイミングではちょっと乳搾り室に誘導してみようか。さあ、あとはこれで後から購入したアルタイルが明日あたりに大きくなって種付け可能な適齢期まで行ってくれるといいんですが、とりあえず男前が大きくなるのをちょっと待っていられないので、またちょっとね、うちのダルメ君に種付けをお願いすることになるかな。何にせよちょっと男前とはここでお別れしておかないと、小屋がな、もういっぱいいっぱいなんだよな。そういえばこれ三日月はまだモツが出るんだな。さすがに持ち上げられないだろう。どうなるんだこれ。やだよ、声が聞こえたな。もう一回モツやってみる。私は子供じゃないの。まあそうなるわな、さすがにな。こちらとしても持ち上げるのは難しいだろうけど、でもすごい冷静な大人な返し方をされてしまったな。ウーリスさん、というかバナナいっぱいあるから、なんかあげるものあるかなみたいに迷った人には、とりあえずバナナあげときゃよかったな。クリスさん、お花をあげる。
でもクリスさんな、バナナありても、この間のバナナ普通でしたね、みたいなことを言ってくるからな。普通どころじゃないか、いまいちみたいなこと言ってたんだよな。これ、味は今一つってところでしたわ。1年かけて育てた 大切なバナナを、いまいちでしたねと。まあ正直はいいことなのかもしれないけど。あまりにも正直すぎる。この正直さが、いいってなって、スワリーさんと結ばれたのかもしれないけどな。はい、味は今一つのバナナだよ。見た目ではわからんだろうけどな。さあ、ママ。乳搾り室はこちらだよ。普段からベガが言っててなんかちょっと、羨ましいなと思っていただろう。今日からは君もここを活用するんだよ。いってらっしゃい。これ入れ違いになっちゃったりしないかな。そもそも今日入ってなければ入れ違いにはならんか。お、行くね。いや、並んで入ってるところ見たいな。さて、おお、ちょうど入れ違いになってる。まあまあのママミルクを回収して、ベガが S ミルクを出してくれることをお願いする。頼む、 S やってくれ。もう A しか取れないのか。あれー、マジか、もうピーク終わった。それはさすがに早いと思うんだけどな。頼む、ペッパーのクソ熱いタイミングだからで会ってくれ。アンバーの涼しい気候になったら戻っててくれるとことを信じてるよ俺は。さあ、牛がフルに揃っているところはなかなかの圧巻なんですが、ですが男前くんとはちょっと今日でお別れかな。多分明日ね、アルタイルが大きくなると思うんだよね。で、明日お別れっていう風にすると、ちょっとお別れを先にやっておかないと小屋の空きがないから、この種付けができないみたいになりかねないので、出荷額7610、これ2日分だな。さあ、では男前を売ろう。ダルメはね、もう大人だから、種付けをするときに大人のオス牛が1頭必要ということを考えると、どうしてもダルメは売れないんだ。本当はね、男前が大きくなるまで待ちたかったんだけど、ちょっとさすがに間に合わないので売ります。これ売るって予定している場、種付きできるのかな。ああ、動物小屋がいっぱいの方はやっぱり優先されてるね。だからこれ仮にアルタイルがもう大人のね、清流になってても小屋がいっぱいだから無理っていうのは出てくるんでしょうね。ベガ、アルタイル、まあまあデネム、まあまあまあ、並びが不思議すぎるな。でもスターモーとマーブルモーしかいないんだな。ムー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 、カレーは食べるかな。辛いの苦手とか言いそうだけど、見せてみよう。お、今日はとても美味しそう。売る、これはひどいな。とっても美味しそう。お金を払ってでも食べたいわ。じゃあお金を払ってもらおうか。それはひどすぎるな。まあ普通にあげるよ。もっくん大好きよ。今までで聞いたことのない声を聞いたぞ。へえ、カレー大好物なのか。いいことしたぞ。じゃあこれからムームーにあげるためのカレーという感じで行くのもありだね。また作らないとな。よし、じゃあ今日は寝よう。おやすみ。